新宿湖。はいはい。君ですか。あ、そうそうそう。え、本当に本物？え、今何してるんですか。今撮影。え、撮影中？撮影中。あ、ダメですか。声かけちゃう。あ、全然写真撮る。いいんですか。あ、全然全然。何してるんですか今。撮影か。一人で電車乗るっていう。え？一人で電車乗って散歩するっていう企画。え、ちょっと一緒に。あ、全然全然。え、本当ですか。え、マジ？どっか。じゃあ一旦写真撮ろう。一旦。あ、オッケー。傘。傘こげます。傘思いっきりだった。ごめんなさい。ね、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。え、ご飯とかって無理。ご飯？今から？すごいなそれ。ちょっと待って、一旦待って、ちょっと待って。ちょっとね、まさかの人生初の逆難されてるかもしれないです。そう、勘違いじゃなければその感じあるんで、俺人生でね一度もされたことないんですよ。逆なんていう。あと連絡先聞かれてないんで、ご飯行こうって言われただけなんですけど、ちょっとびっくりしましたね。これ声かけられたこといっぱいあるんですけど、ご飯行きませんかって言ってくる人ってまあいないじゃないですか。ちょっとビビってるんで、一旦ノリで行ってみます。まあ、普通に可愛い子だったんで、これは男なら乗るしかない。 YouTube 的にもね面白そうなんで行ってみます。 OK、 じゃあ行こう。え、本当に。じゃあご飯知っとる、この場所知ってる。焼肉行こう。焼肉きついな。焼肉、焼肉じゃなくてもいい。一旦待って、こっち歩いていい。一旦。はいはい。あ、全然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 。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、これ一旦急ぎます。え、ガチでご飯行く？ガチでご飯行きます。なるほど。これ動画待っとけ、大丈夫？大丈夫。まあ顔は別にモザイクかけれるけど。いや、大丈夫。大丈夫。オッケー。すごいノリやな。いや、俺人生でご飯行きませんかって言われたの初めて。え、嘘。いや、多分初めてやな。こんな目立ってんのに。目立っとるけど、逆にはその写真はあるけど。ご飯行きませんかって、だって普通行かへんやん、だって思わん、うん、初めていただきました。すごいな。とりあえずどこにしようかな。ラーメン屋がいいな。あ、ラーメンにしよう。え、何歳の？21歳。若っ。え、なんでここにおったの？新宿に一人で。あ、お仕事帰り。仕事帰りね。すごいな。え、声かけてご飯誘ったことって過去に。え、初めて。初めての。すごい勢いで来たな。普通誘わんくらい。お互い初めて。いや、そうだけど。ノリで。ノリで。あ、飲んどる。飲んでない。なるほど。ちなみに俺とったらめちゃくちゃ目立つけど大丈夫。みんな見てる気がする、うん、でも逆にこれ不思議なもんで、2人になってから全然声かけられなかった。1人の時はめっちゃ声かけられたけど、さすがにこれデート中って思われるかもしれない。ツイッターで炎上しちゃう。いや大丈夫だよ。大丈夫。だって俺のことそんな知らなそうやもん。言って。え、知ってます、知ってます。 YouTuber。 そう、 YouTuber。 くそー、どこ行こうか。あ、なんかいいとこ見つけました。鳥堂酒場、焼き鳥屋さん、飲み放題、なんか大衆居酒屋感あります。焼き鳥屋さん、ここ行こうじゃ、はい、ここ入ってみます。すごい動画生まれてきたな。はい、というわけでなぜか女の子と焼き鳥屋さんに来るというすごい展開が起きました。はじめまして。はじめまして。え、じゃあ俺のことどれくらい知ってる？そもそも YouTuber。 まあ YouTuber ね。他は？年齢は？30ぐらい。ぴったし30。知ってますよ。言うてほんまに知らなそうなんです。知ってます。超有名な。でも声かけてくれて、ご飯行きませんかって言ってくれたおかげで新しい展開が取れたから、ありがとうって感じ。だって、マジでそういう声のかけ出してくる人おらんから。嬉しい。まあ、だから俗にこれ逆なんやろ。そうですね。逆なんとかされたことない。ちょっとやっぱ楽しいよね。頼みますか、じゃあ。はい、こんな感じで。お酒飲む方がいいんか、この場合は。うん、飲む？飲もう。じゃあ一杯だけな。俺あんま好きじゃないから。海苔に合わせて一杯だけ飲んで、あとはこっちね。うまそうこれ。うわ、刺身うまそう。じゃあこれ頼んでいます、たくさん。はい、届きました。僕はカルピスサワーで、レモンサワー。レモンサワー。はい、じゃあ乾杯。乾杯。はい、じゃあ醤油。うわ、うまそう。完璧や。そして、わさびを取ります。入れます。完璧だ。刺身めっちゃうまそう。食べて、たくさん。はい、やってきました。焼き鳥軍団。めっちゃうまそう。やばいな。うずら。うら。食べて、どうぞ。じゃあ、いただきます。うまっ、やばい、タレの染み込み方えぐい。うまっこれ。てかさ、何やっとるの？アイドルのマネージャーって。アイドルのマネージャー？そう、アイドルなんですけど。すごっ。アイドル名っていいですか？やめて、売名やめて。売名だけ。売名ダメ？売名ダメ。なんで？そういうの一番嫌い。売名ダメ。ダメなの？てか、自分はアイドルではない。違いますよ。見えますか？アイドルでも全然おかしくないと思う。嬉しい。次、ひじき。これ多分お通しです。ひじきはうまいよ。うまっ。おばあちゃんの味がする。アイドルマネージャーって忙しい。週4ぐらいで働いてます。残り週3は何するの？パパ活？大学生。大学生、うん、マジで。どこの大学？上中大学です。上中？上中。え、じゃあ上中賢い。賢い？いや、わかんない。どれぐらい？慶応ぐらい。慶応早稲田上中。マジで。え、ガチだ。ガチ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 。え、そんな賢いかなって言われてる。
すごっ。で、勉強できる。はい、ちょっと。すごいね、それ。はい、続いて刺身いきます。マジか、そんな賢いとこない。そんな賢くない。てか、めっちゃ育ち良さそうやな、顔が。あんま言われないです。彼氏は？彼氏いないんですよ。アイドルっていうのは女の子。女の子みんな可愛い。みんな可愛い。自分の女性可愛い。アイドル、アイドル。俺さ、名前も知らん人と食べとんやん、今。自己紹介していいですか？いらんで、いらん。なんで？なんとなく分かったから。アイドルとマネージャーで21歳、ちょっと頭いい。はい、次こちらユッケ来ました。なんかさ、マスクしとったらさ、顔とか映しても大丈夫？全然いいですよ。一応どんな人かじゃあ見せますね。はい、こんな子です。この子と今、食事中ということで。おかげで、いい動画が撮れそうで、よかった。こういうなんかハプニングというかさ、普通じゃない出来事を望んどったから、俺は新宿に。大学楽しい？あんま行ってない。オンライン授業。将来の夢は？ないです。お嫁さんとかそういうのもない？お嫁さん、なれないと思います。なんで？想像できない。もう今遊び続けたい。遊んでないですよ。新宿とかで飲むこともほぼない。少ないです。ノリがすごいわ。めっちゃ珍しいタイプだと思うね。変わっとるって言われる？言われるかも。変わっとると思う、めっちゃくちゃ。どこがですか？もう7年くらいやっとるけど YouTube 初めてやもん。プライベートであれとってもそんなことまずない。髪の毛出して歩いてないってもあるけど、ご飯行きましょうって言われたことほんまにないから。あれ偽物かと思いました最初。餃子来ました。めっちゃうまそう。てかさ、アイドルのマネージャーってさ、何する？スケジュール管理とか仕事取ってきたり。取りに行けるの？大学生が無理やろ、絶対。え、調べて出てくるアイドル。多分出てくる。大学いい男で出会える。私理系だから、うん、男だらけなんですよ。めっちゃモテるんじゃん。モテたかもしれない。一回も付き合ったことないかも。連絡先聞かれたのは？え、大学で、うん、あるいっぱいある。いや、そんないっぱいない。ガチでモテない。今の時代って SNS だ、やっぱり。インスタで来る？インスタ来る。結構来る。いや、人並みだと思う。来てさ、会う人って多い。大学の話じゃなくて、大学の友達からインスタはめっちゃ来る。どんな DM が来るの？今度飲もうよみたいな。それに対して、なんて返すの？フォロワー見れるじゃん、インスタって。なんか知り合いがいたら、みんなで飲もうみたいな返す。あ、なるほどね。1対1で絶対は。あー、やだ。フォロワー数大事？いや、大事じゃない。何が大事？顔？フィーリング。え、分からへん、フィーリングだわ。どんな DM が理想的なの？それ教えて。ガツガツしてない感じ。いや、ガツガツしてなかったら DM ならんよ。よそよそしく DM。 そう、ガツ取れるとかなんか追いたいかな。今の時代 SNS か。大学ってさ、俺のイメージでは出会いの場のイメージなわけ。サークルはそうか。サークル入ってない。入ってない。友達もいない。こんな友達なんか。女友達もいない。俺も同じで。え、孤独でさ、何するの？趣味は？趣味なくて、ずっと現状見てる。1日あ休みがありました、何する？寝る。23時間寝たことあって。やばい女やね。毎日寝るのが楽しみで。どれぐらい寝る平均？10時間ぐらい。趣味欲しい。これやったら楽しいとかない？なんか例えばネットフリックスとか漫画とかアニメとか。ピンとこない。え？鬼滅とか見たことない。トレンドとか全く取ってない。トレンドわからない。好きな芸能人とか？あんまないけど。でもアイドル好き。アイドルのファンね。乃木坂とかめっちゃ好き。誰が好き？斉藤飛鳥。握手会とか行ければ。行ってました。趣味それかも。だからアイドルのマネージャーしてる。それもある。てかさ、アイドルのマネージャーどうやってだったの？知り合いがいて、アイドルのスタッフに。席スタッフバイトで入って、で、マネージャー辞めることになっちゃって、じゃあマネージャーやろうみたいな。アイドル自体に関わることない？あります。あんまり知りたくない。思ってはいない。よく俺のことしとったら YouTube 見る。あ、 YouTube 見る。でもなんか楽しそうだけどな。幸せそうな子出とるじゃん。本物に会えたから。なるほど。本物だって言われて泣かれたことある。さっき。え、泣かれた。結構ガチでの子で。すいませんね、なんか泣いてなくて。お前絶対俺のファンじゃないよと思った。そこまで俺の好きじゃないのに森で声かける人やろなって言うのを思ったけど、逆にガチで俺のこと好きすぎる子とか逆に喋りづらい。だって、うん、今回遠慮するから。タメ口挟んでくるあたりがやっぱちょっと俺の大したことないと思ってるからと思う感じが出とうから、逆に泣くやん。俺は人生でもなかなかないぐらい大衆居酒屋でこんな堂々とご飯食べてる女の子。これカメラ回ってなかったらマジで超レア。回っとってもレアやけど、この画角がレアやもん。長時間ここ映して動画成立させようとしたから。この動画やばい、絶対伸びひん。歌舞伎町は来ないんですか？ほぼ行かへんな。撮影とかで一瞬寄るとか。歌舞伎をちゃんと歩いて似合わないとかがない。どこが似合う？表参道。よくおるで、確かに。一番好きな YouTuber は？ラスカル君です。絶対嘘や。もういいね、そういう嘘。一番好きとかがいい。よく見るのは一番高松彩ちゃん。お兄ちゃんの方が好きで。 JP と付き合いたい？いや、そんなん無理。JP めっちゃ多分可愛いって言うと思う。あ、本当ですか？じゃあさ、 JP 紹介しようか。あ、 JP 大丈夫です。なんでなん？あ、そういうのじゃない。 JP どんまい。たったにごめん、なんか。じゃあ男で芸能人で一番好きな人は誰？顔じゃなくてトータルでいい。そう、トータルで。名前わかんない。中里さんの旦那。中尾さん。めっちゃ優しそうだし。めっちゃ好き。なんか狐っぽい人好きで。なるほどね。俺もなんか会ったことないけど、インスタかなんかで相互フォローで、YouTube でも軽くなんか名前出してもらっとって、とにかく優しいな。
俺みたいな YouTuber になっちゃう。顔に書いてある、優しい。確かに確かに一緒だったら楽しそうだしね。めっちゃいい旦那さんだなって思って。見る目あるな。え、ありますよね。こうやってさ、2人で男と大衆居酒屋に来ることってある？全然あります。来る人っていうのは2人きりどういう人の相手は？ただ友達。友達。そっから発展はある？ないですね。ないやん。でも男側はさ、発展を求めてくるんじゃないの？でもなんかその発展を求めてくる男の人は大体わかるじゃないですか。わかるよ、ね、その前の段階で。なるほどね。友達以外だったらありだなって思う人としかご飯行かないです。なるほど。じゃあもう行ったやつは大半友達でも、友達止まり。友達止まり。そっから発展はある。友達からスタートして、この人いいなってなることある？それとも、いや友達スタートないかもしれない。いや初めの段階で違う。わかんない。中身が変だからなのかな、私も。友達から発展パターン一回もないです。なんか面白いな。こう普通に21歳の女の子と喋ろうとかまずないから。私たちは友達。え？友達になりました。いや他人やろ。俺ら全然他人やろ。名前も知らんねん。俺名前も知らんねんから。ちょっと、飛車もめっちゃうまいわ、とりあえず。この人も見て、俺に頭食べられて痛そう。いやめっちゃ美味しい、だいぶ。かわいい、無邪気、うん、うまっ。俺らは今日も明日も他人。よっともになりたい。よっとも会ったとき、意味やから意味やから意味やから。よっとも大学生用語。酔っ払って間違った。よっていう、それほんまにある言葉？結構あるある、おーっていう、特に話さないみたいなのがよっとも。いやじゃあ並んでやる意味ないの。じゃあ絶対出会わへん、俺ら偶然。次偶然出会ったらそれは奇跡や。よっ、やろう。なるほど、よって。それで解散？もういらんやろ、その友達。その友達って呼ぶなよ、そもそも。そんなことも初めて聞いた俺。楽しかった、今日。楽しかった。すごかったな、マジ。もう圧倒された、なんかエネルギーがすごすぎて。恐怖感じたもんな。いやー、わかった。じゃあそろそろね、このお店出ます。出ますか。楽しかったわ。めっちゃ美味しかったな。おかげ7579円です。いいですか、ごちそうさまです。ありがとう、こちらこそ。急にてかめっちゃ安かったな。あんだけ美味しくて7500円って。いや、この店めちゃくちゃ美味しいで。じゃあ他人の俺たちもそろそろお別れする時間来たようやな。お別れ。それはだってご飯食べたから。さすがに俺ももう帰宅せなあかんから。そう、そう。最後に LINE だけ聞いてもいいですか？ LINE ね。え、ダメ、 NG な人。 NG じゃないけど、あんま聞かれることないから。聞かれることないんですか？ないな。じゃあぜひ。でも LINE をじゃあ教えるわ。じゃあ一応、うん、このなんかの縁やろ。ですよね。声かけてよかった。この動画の反響がすごくて、うん、よかったら返事返すわ。あ、ほんと絶対帰ってくるじゃん絶対帰ってくる。あ、本物だ。 OK ありがとうございます。はい、じゃあ LINE 交換したんで。ありがとう。ありがとうございました。バイバイ。